A great slam and then stop. Thank you.
always hits the spot. Just what I need. On. Keep me alive. Thank you.
delicious. Business.
つ払うんだよ。ほら、来週には必ず。もう勘弁してください。どこの奴らなんだ。すぐ近くの町金です。もともとは他の組ところが金利すらまとそうなんか。でいくら回収するんだ。2億です。そりゃ気合い入るな。よし行くか。お兄貴、また新しい風俗店ができてますよ。お前相変わらずそっちの遊びにハマってんのか。兄貴もたまにはどうです。いい店紹介しますよ。取り立てが終わったら飯でもどうですか。悪いな、今夜は。あ、そうだ、セレナに行くって言ってましたね。ああ、飯はまた今度な。兄貴、今から取り立てに行くところはピースファイナンスっつってもモグリの金貸しですから、結構たち悪いと思います。かなり抵抗する。でもこっちには兄貴がいるんだから大丈夫ですよ。お前あんまり無茶すんじゃねえぞ。へへ、悪いことしてんのはあいつらの方ですから問題ないっすよ。それに俺らよりよっぽど肩に泣かせてるって話ですよ。さあ行きましょう。兄貴、今から取り立てファイナンスっつっても、かなり抵抗するでしょう。でもこっちには兄貴がいるんだから大丈夫。お前悪いことしてんのはあいつらの方。それにさあ、着きました兄貴、ここの5階です。よし入ろう。
んたら。夜遅くに悪いな。堂島組の桐生だ。いや、まさか桐生さんが直々に。用件は昨日うちの若いのが伝えたはずだ。明日まで待ってください。お願いします。夜逃げの準備しながら言われても説得力がねえな。それにできねえ約束はするもんじゃねえ。すみません、でもそこをなんとか。おい、いい加減にしろよ。殺すんですか？何？堂島組っていや、回収や殺しばかりやってるところじゃないですか。金払わない奴は見せしめにされる。みんなそう言いますよ。あのな、そんなの金払わねえ奴らがあることないこと言ってるだけだ。金は払わないって言ってんだ。なら、やるしかねえだろうがよ。もう勘弁してください。兄貴、回収しました。約束の額だ。悪く思うな。兄貴、ありがとうございました。でもこれでついに桐生組の立ち上げですね。風間のおやっさんも言ってました。兄貴になら安心して組任せられるって。まだ決まったわけじゃない。あんまりはしゃぐなよ。はい。そういえばこの後セレナで錦のおじきと会うんですよね。今日は裏口からしか入れないみたいですよ。天下一通りの小道入って奥の階段2階です。分かってる。俺しばらく札の連中が来ないようにここで見張っておきます。
半分の1億円は後で依頼先に俺が届けておきます。安心してください。ああ、頼んだぞ。Let's make some trouble.